10月22日、水戸体育館や憩いの広場などを会場に、水戸ふれあい祭りが開かれました。この催しは、平成20年に水戸町が豊川市と合併する前から、水戸祭りとして行っています。合併後も水戸ふれあい祭りとして、地元住民の交流や地域の振興を目的に、水戸連区と水戸町商工会がそれぞれに企画して共催しています。新型コロナの影響で中止や縮小をしていましたが、今年度は4年ぶりにほぼ従来の規模で開催しました。今ご覧いただいているのは、水戸連区が主催する水戸体育館の様子です。ミニ電車のほか、バルーンアートやカローリングなど、さまざまなアトラクションが設けられました。おめでとう。こちらは水戸町商工会が主催する憩いの広場の様子です。テント村と題して地元企業などのおよそ10店舗が出店、飲食の販売などを行いました。それにありがとう。はい、ありがとうございます。こちらは水戸町商工会青年部による e スポーツ大会です。昨年初めて企画したところ、地元の子どもたちから大盛況だったとのことで、今年も開催。保育園から中学生まで学年により2部制で行い、合わせて96人の子どもたちがゲームで熱戦を繰り広げました。他にもステージイベントが行われ、チアダンスやよさこい踊りなど地元の団体が発表しました。また世界でも活躍する豊川市出身の津軽三味線奏者森下智明さんが出演し、会場を盛り上げました。子どもから、年寄りのそういった触れ合いをですね、テーマにしたこのお祭りでありますが、いずれですね、この水戸町が光る海のようにですね、キラキラ光る、そういったテーマをサブテーマに持ってきまして、いろんな交流ができ、また将来が喜んでいただけるようなまちづくりになるような、そんなきっかけにしたいと思っております。水戸このふれあい祭りの連区としては4年ぶりに開催をいたしまして、いろんなものがちょっとコロナでなくなる中で、今年はリハビリという意味で、開催をした感じはあります。交通安全ですとか、そういったものの啓発活動を今後も行っていきますので、また区民の皆様、町内の皆様にはよろしくお願いいたしたいと思います。